ま、あんな野郎に言ってやる気も起きないけどな。あんなウサギ野郎の面、頼まれたって拝みたくね。最近どうしてた？俺？特に変わったことはなかったぜ。お姉さん、いい天気だね。こんな日は体を動かさなきゃね、お姉さん。今日は訪問者らしい訪問者いなかったから運動不足になっちゃうよ。うんうん、せっかくお姉さんがいるんだから一緒に出かけなきゃもったいないよね。いい天気なら少しくらいの休憩も許されるよ。給料の天引きされたりしないよね。元気だったか？あんたと話してると飽きないぜ。またいつでも遊びに来てくれよな。君を一人で返すのは心配だな。帰り道はわかるのか？いっそ帰り道がなくなってしまえば楽なんだがな。よ、滞在先でいじめられたりしてねえか？俺はあんたのことが気に入ったからな。困ったことがあったら言ってくれよ。うー、疲れたった。あんた来てたのか？今ちょうど仕事帰りでさ、結構ハードな仕事だったんだ。こんな時は風呂に入りながら酒でも飲んでとっとと寝ちまうに限る。病人に嫌味を言わないでくれないか。嫌いなものは嫌い。気分が悪い。吐く。血を吐く。なんだ。
まあそうだな、許せない過去があって。前に注射を受けた時、看護師に失敗されて、それがすごく痛かったので、トラウマに。さりげなく顔にこだわるよな。影がなくて悪かったね。私は病弱だが、病院は嫌いだ。絶対行かないぞ。自力で治してみせる。病院なんか必要ない。いやあ、月が綺麗だな。いまいましい太陽と違った魅力で、月の光は女性を美しくする。それをずっとそばで見ていたいものだ。おや、お嬢さん。よう。まあな。ああ、でも今から帰るところだよ。
仕事のついでにな。ありがとな。気持ちだけもらっとくぜ。重くないから大丈夫だって。あんたに持たせるほどやわじゃねえ。一人でも平気だから気にすんな。女が荷物のことなんか心配しなくていいんだよ。思わないな、だるい。そうだな、ご苦労エリオット。なんだよ、ブラッドまで。礼なんて。そうだな、言うまでもない。だるい。え？大丈夫かよ。早く帰ろうぜ。疲れた。紅茶が飲みたい。屋敷に戻ったらお茶会にしよう。エリオット、お前も付き合え。おう、もちろん付き合うぜ。もちろん、お嬢さんも参加してくれるだろう？ああ、もちろんだぜ。お前には聞いていないんだが。え？でも、参加するよな。お嬢さん、何をしているんだ？ん？買えるも何も、俺はそんなのつけたことないぜ。いや、それもないな。今までと同じものを使っているぜ。
私？いや、同じく何かを変えたという覚えはないが。ん？なんだ？匂うのか？いや、そうではない。ちょっとした匂いの違いがわかるほど私たちのことを気にかけてくれていたのかと思ってね。とても光栄だよ。ありがとう、お嬢さん。そうそう、ブラッドの言う通りだぜ。心配してくれるし、気遣ってくれるし、ありがとな。恥ずかしがらなくてもいいじゃないか。お礼にとっておきの茶葉をご馳走しよう。俺もとっておきの菓子を振る舞うぜ。この前買ってきた人参クッキーなんだけど、これがすっげーうまいんだ。普通のやつとは違って、カットされた人参が練り込まれててな。とにかく人参味が濃厚で。濃厚な人参クッキー。なあ、いつもより2倍うめえ。あ、ブラッドも食べてくれていいんだぜ。いつもより2倍強く拒否させてもらおう。私は遠慮する。お嬢さんに振る舞ってやれ。お嬢さんも遠慮せずに食べてやってほしい。私の分を残そうなどと考えなくていいからな。気遣いや心配など私には無用だ。特にオレンジ色の菓子に関しては欠片も必要ない。まあな、気分転換に買い物に走るというのは女性ばかりの特権ではない。いろいろだ。茶葉と本が一番多いな。
あった。バラだが。綺麗だろ？造花の花びらに暗闇で光る塗料を塗ったらしい。特殊な塗料でね。それそのものが光っているように見えるだろう。バラは生花の方が美しいが、こういった趣向も悪くない。君にあげよう。どうも気落ちしているように見えたからな。花に安らがせてもらうといい。高価なものではない。買い物の成果をお裾分けしよう。おや、夜遊びの好きなお嬢さんだ。まるで野良猫のようだな。いっそここに住み着いてみないか。
帽子屋と親しくしているらしいじゃないか。どうして？私は帽子屋と親しいのかと聞いただけだよ。引っかかるか？君の知人と同じ顔なのは。